本当だって、本当本当あ、まだ俺のこと恨んでるんだお前いい加減にしろよね。怪しいよ、そういうこと言ったら。そんな余裕はないと思う。信用しきってた自分がなんか怖いです。本当ね、いいのね、人狼さんいいのね、それでワンギア上げちゃった人狼側の発言と取ってよろしいですか。ちょっとやばいですよ、もうやばいよ。自分ですよ、やったの。そのパターンもありますよね、ワンちゃん。信じてる。女口説くときの顔おもろすぎますよ俺はあの撤回しないです。俺がもう挙動で見つけたらいいんだね、人狼を。役職が変わりました。はい、霊媒師がいなくなりました。わかりました。ハンターは引き続きいます。はい、ハンター占い師騎士市民3人人狼2人の村です。お願いします。では皆さんカードを確認しましょう。はい、行きましょう。ほいだよ何そのリアクション。落ち込むカードってないの基本的に。引いてなんか欲しかったのがあったんでしょうね、きっとね。Everyone, close your eyes. Everyone, wake up. コケコッコー。おはようございます。ワンギア上がった。絶対起きてくれるな。恐ろしいことがまた起こりそうだね。さあ。人狼が2人紛れてる。さてさて、はい、これどうやって進めるの。いつも毎回これ1回絶対こうなるじゃん。そのなんかさ、見た時ってさ、うん、自分人狼引いた時に多分分かると思うけど硬くなんない。一瞬ね、ギョッとなるよね。それで言うといた、今そういう人。僕はちょっと一旦黙っとく。いたん、あ、黙っとく。だからタケル君の中では分かってるかもしれない、うんうん、まあ占い師、私は占い師出てもいいんじゃないですか、ね、これ、うん、とりあえず占い師は出てもいい。え、どうなんですか、騎士いるから出てもいいですか、うん、もちろん出ていいです。まあもう名乗り出てもらって。これワンギアあげていいんですか。いいよ何これ占い師です。何ワンギアあげてるの。私が本当に占い師。ほら来たんじゃねーよさあさあさあ。いや、僕は占い師。じゃあ、ごめんごめん、いただいた。俺占い師じゃない。はい、ない占い師やない。何なんですか。何占い師じゃない。今の時間返す引っかつきましたから。ワンギアあげようかな出ちゃったじゃん。無駄なことはやる。それで分かったじゃん、みんな。いやいや、そうだけど、それでまあまあぐちゃぐちゃにはなったけど僕は占い師じゃないです。タケル君が本物の占い師。見てこの顔本当ね、いいのね、人狼さんいいのね、それで。いいんですね。もうこうなったらだって人狼は占い師ですって、まあ出れないから。うん、なんかもううまく逃げた感じだけど、もうちょっとやばいっすもうやばいよ本当だって、本当本当。じゃあ、実は俺も違います。あ、え、じゃあ占い師だろう。あ、まあ、だろうねって一回言ってる可能性あるね。あ、占い師ですか。占い師、占い師。なんで今まで怪しすぎる。何の顔。ちょっと待って。いやいや、だって何言ってんだろうと思ってる、本当に。でもまあ、俺がワンギアあげようって言ったから、まあ、うん、楽しませてくれてるなという気はしたけど、うんうん、それも泳がせてる。はい、これはあの撤回しないです。本当に占い師です。じゃあ二人占い師ですね。嘘でしょ。嘘ってことだね。まあごめんなさい、撤回します。それは。占い師は撤回します。だって撤回撤回。まあ、考える時間。でも信じてほしい。自分だったら撤回しないじゃん。え、どういうこと？じゃあなんで出たの？ワンギアあげちゃった。芸人として、うん、そこは納得がない。撤回するんだ。タケル君が占い師だって信じてる。信じてる？うん、違うんだ。怪しい。騎士からしたらいい迷惑ですよ。そうですよね。ごめん、騎士を守っても全く意味がない。そう、分からん。誰が、いやいや、村人だったら守るべきだ。俺は村人だ。誰が占い師か。とりあえず占い師ね。まあ、占い師最優先で守ってほしい。そうだね。じゃあ占い師はタケルさん。今のところ、そうですね。今のところ。まあ、あの、本当に違います。占い師じゃないと思う。占い師ありません。えこれやばいことなってます。ぶっ飛ばす。お前、いい加減にしろよ。何違うんだよ。何違うんだよ。ギア間違えた。パック入れてない。だとしたら本当の占い師誰なんですか。一、まあね、回名乗り一回じゃ出ますか。一回出よう。名乗り出るメリットはないと感じる。せーのであげよう。うん、占い師ね。守る人が、ね。せーので、ね。いきますよ。嘘偽りなくね。はい、
せーのダメじゃん、出ろよ、散らかしちゃって、出ろよ、入ってないってことないですよね、入ってる入ってる、それは大丈夫ですね、出ろよ占い師、どうなんだろう、頼むよ、まあ、霊媒師と一緒に、もし僕が人狼だったら占い師分かっちゃってるんで出た方がいいと思います、うん、いやそれはもう僕らもそうですよ、どういうことですか、いやだから俺が人狼だとしたら占い師分かっちゃってるんで、いやいやいや、もう同じなのよ、それは俺もそうですね、これもう時間、騎士がかわいそう、そう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 、そう4分半過ぎてますからね、ちょっと占い師本当に出ましょう、本当じゃあ俺は本当に占い師、人狼が出るのは人狼の大坪、うん、でもまあもう人狼探さないとね、okay、とりあえず無駄なことをした、人狼が出ない村ってことね、OK、うん、分かった、じゃあ占い師です、人狼がいない、ほんまに占い師ですか、本当に占い師です、ジミ君は、このままだと、ジミ君は何、僕は村人です、騎士は俺守って、じゃあ、はい、俺がもう挙動で見つけたらいいんだね、人狼を、そうだね、とりあえず、OK、今もう占い師はタケルっていうことになっちゃいますよ、大学、うん、ちょっと腕見して、鳥肌チェックっすか、ダーッてなんかちょっと立ってない、立ってない、ダーッてしてる、鳥肌立ってないね、立ってないです、怪しいよ、そういうこと言ったら、いやいや怪しいのは承知で言ってる、二人は何なの、承知で言ってる、なんで怪しまれるのも承知で、でも俺ちょっと人狼の、ちょっと高井くんやっぱちょっと目伏せがちだもん、え、なんでなんで3人な、聞けっておい、え、ごめん、え俺は高井くん怪しいと今思ってたんだけど、うん、どう思う、なんでなんですか、根拠は、殺すぞお前それはダメ、そんな言われるのだけだから殺したいのダメよ、そんな荒っぽい村人の中でもあるからね、あるの、殺し合い、じゃあもうやめよう、人狼で村人で争い合うのかさ、時間ないよ、あと助けよう、ほらもう何のこれ、結局2人は何さ、意味わかんなくないですか、わかんない、なんか全然面白くない、いやごめん、俺占い師じゃないけど、俺に言ってきたしね、うわ、 Time is up, everyone. ただの村人でもない、おー、なるほどね、もう人狼さんがお見事な1日目だったんじゃないですか、ほんとにさ、まだ何の疑いもないからね、心苦しいよ、これで一人なの、そうだねジンくん、うん、じゃあ、翔平、うん、材料がないです、まあごめんね、俺もジンク、えぇ、マジ無駄な動きだったもん、それは無駄なのね、そう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 、前もあ、俺はもう本当に本当に無駄なキャスティングだった、キャスティングに言うなよ、僕藤森さんにします、あれ俺 1? うん、1です、確かに動き、私も藤森さんで、やべ、すいません私も、いや、ヒコちゃん、ほんと良くないです違う違う違う、ほんとにちょっとですね、その流れ怪しすぎるもん、なんか挙動が、挙動と、分かった、ストーリー性がなかったまずここで今俺を確定出さなくていいと思う、ほんとに、でも、なぜなら俺は口説く時の目になってる、占い師だけど、それでやっとしたら藤原さん、女口説く時の顔、おもろすぎます考え直した方がいいと思って落ちてきた人もいるんだからすいません、すいません、いやもう、本当に、え、今、藤森さん何人いますか、俺に、あと、ひこちゃんが入れたら3、うん、え、ひこちゃんの投票、じゃあ、俺投票します、まだしてない人、はい、藤森さんがあの能力者の可能性が全然あるので、藤森さんを俺は倒したくないので、藤森さん投票しないようにしません、ああ、能力者というのは例えばハンターとか騎士とか、じゃあ翔平で投票にするか、陣痛、これは翔ちゃんに言っても足りるんで、俺翔ちゃんに投票します、うわ、ジミ君か、俺は藤森さんって。なるほど。なあ、そっていうのも、いや、二人が怪しい、まあ他に材料がないからっていうのあるんですけど、ここが占い師なのは信じるとして、引くときになんかうわなんだよってリアクションしたんですよ。確かに。で、多分人狼引いててうわなんだよっていうリアクションする余裕は多分彼にはないと思うんですよ。うん、だったらちょっと意味わかんない行動してた2人の中だと藤森さんの方が可能性あるかなっていう理由です、うん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 、結構余裕あるけどね
や、そんな余裕はないと。それだけは言っときたい。それだけ。オーケー。バカだな。あ、全員投票してないんじゃないですか。もう全員投票した？しました。オーケー。はい。はい。どうも愚かだよ。2、2、2、4。あ、商品2か。オーケー。2、2、4、オーケー。さよなら。はい。はい。オーケー。遺言をハンター、いや出さない出さない、ハンターだったら出すです。おお、ハンターでした。嘘、やってくれたな。え、嘘、自分ですよやったのは。いやそうなんだよな。なんであんな、まあこんなとこで市場挟んでもしょうがない。俺は今流れ的に道連れでジン君一緒に行こうかなと思ったけど、市場挟んでもしょうがない。俺は村人だから、あくまでも村のことを考える。うん、あ、まだ俺のこと恨んでんだ。あ、恨んでるよ、ずっとそれは。第一戦目から結構経ったよ。第一戦目から。そっか、ファイナルアンサー。いや、まだ何も言ってないな、アンサー連れてくぞ。最悪や、調子狂ってっと連れてくぞ。これ誰このハンター、おい、あるよって。連れてくぞ。今立場最強で兄弟。あ、ちょっと本当に分かんない、マジで分かんないけど、まあタケル君占い師っていうのは一人しか名乗り出てなかったから、そこはね、村のためにも外しておきたい。で、これで、あの、選ばれた人は喋れません。うん、あ、喋れない、喋れない、はいはいはい。なんで？パーティーしようや。なんで？行こうか。そうなんだ。一緒に飲みたい人誘ってる。上で飲みたいからじゃないの。言わんほうがいいんですよね。喋れないです。喋れないですね。死に口なしですね。死に口なしです。本当です。そっか、殺されたら喋れないのか。霊媒しないのきちいな。ね、最悪なのは今ね、ここに人狼がもう2人いる、残っちゃってるパターンでしょ。僕らの人狼が人狼でした。あ、お、もうやば。あ、やば。最初から。ちなみにまあ俺これ人狼2人いんのかな。いや、今ここにそう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 、はい、人狼2人 100% いますだよね。悔しい。さすが。いやー、でも、うん、分かりやすくなかった。俺は全然気づかない。俺は最初からそう思ってたけど。嘘。あ、そうなんや。タケル、人狼決定。なんで 100% ですか。人狼を倒すのは投票でしかできないじゃないですか。あ、ごめんなさい、高木くん人狼の可能性があるんだ。そういうことですよね。だから 100% じゃないです、ごめんなさい。今の、あ、しくったよ。今のしくったよ。だって人狼だから知ってるんだもん、いることが。いることを知ってるの。いやいや、でもさ、あ、なるほどね。そう、でも占い師出てないから。そう、占い師がいない。占い師が多分高雪だったんだよ。でも出てる、名乗り出ない。いや、わかんないけど名乗り出ない。だとしたらマジでやばいっす、ハンターやってる。いや、あいつマジやばい、やってますね、うん、マジで。え、占い師はごめん、俺からしたらもうこの時点で占い師じゃないから人狼確定なんだけど。ジン君は何なの。俺はもうただの市民です。市民いないの、占い師。いないね。え、だとしたらなんで、そこのタイミング出るんですか。なんで高雪。どう思ってますか。どう思ってます。でも占い師は一人しか出てないんで。え、だからでも人狼ピコちゃんがそうだった場合もあるのか。人狼、あ、占い師。違う、占い師。じゃあでも、いや、でもあんだけ長い時間言ってて、でもなんか余計なことしたじゃん。だから言っちゃったら疑われるって思って出れなかった可能性もあるじゃん。お、
ねえ、スイリーすごい覚醒してきた酔っ払い。でも 出たら、あ、そっかそっか、騎士が守ってくれないと思ったってことですか、うん、ただもうこいつが言ったその100%2人いますっていうのがもう俺の中でおかしいですねおかしい。でもいや占い師タイミングで誰も出てないっていうのを鑑みると、うん、全然こっちの方が信頼感はある。今なんか人狼って言われて焦ってなんか弁明してる風にしか聞こえない。嘘一番最初に占い師って言ったのがジンくんでしょ。そう、うん、で次に出てきたのがタケルでしょ。そう、でかき回したのがシンゴくんでしょ。そう、うん、まあ、かき回せてもなかったけど、本当に占い師だったパターンは誰を占ったの最初。本当の占い師だった。まだ占う前に出て、あ、出てもか。そう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 、タケルなのな、占い師です、実は違いますってやって、本当の占い師をこう探してる挙動で。なるほどね。あ、この人嘘ついてるって顔を探しに行くから。めちゃくちゃやってるからね。プライベートでもやったらってことですか。めちゃくちゃやってる。わかんない、両方まだ 50%。 へえ。で、高幸くんが人狼だったパターンもあるし、うん、占い師だったパターンもあるし、うんうん、さ、まあ、もし俺が本当のこと言ってるとして、うん、ジンくんともう一人いたとしたら誰だと思います。分かるね。高木くんだった可能性もあるし、連れてかれたパターン、高木くんじゃなかったら絶対この中にいます。ヒコちゃんでもない。ヒコちゃんはだって人狼に食べられちゃってる。あ、そこ高木さん誰指してましたっけ。さっき投票、投票の時高木くんは誰指してたっけ。224だったんですよね。224、うん、藤森じゃない。いや、これは人狼2人いるの。いるって、いるんだよ、いるんだよ。そして俺じゃないんだよ人狼は。もうここ決定だから。ここ2人っていうのは絶対ないですよね。どっちか、どっちかが、まあ、まあ、人狼書くじゃん、うん、1人。ジン君ごめんね、俺全然占い師じゃないんだよマジで。占い師が出てこないのが意味が分かんなかったんだよ。え、え、どういうこと。マジでだから、高木くんかヒコロヒーさんのどっちかが占い師だったんだよ。でこれはどっちだかもう分かんない。ちょっと待って。マジで俺ジンくんをだから鎌をかけたのよ。はい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 。その結果ちょっと今村人かなって思ってる今。俺はもう村人なのだよね、うん、でなんとなくそう思ってる、うん、で俺の中では高木くんが、うん、高木くんが村人じゃなかったら、あ、村人だったらこの3人のうち2人が人狼、2人人狼がいるように見えた。うん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 。でちょっとみっくんが俺は信頼してるからこの2人が怪しく見えてる俺今ね。今え、草市民以外の何者でもないからどうしようかな。いやー、すげーゲームだな。もうなんか信用しきってた自分がなんか怖いです。占い師がなんで出なかったんだろうね。そこっすよね。わかんない。占い師ではないのね。占い師じゃないんだよ。え、待って、超むずい。ちょっと待って、動かしてここ2人人狼ってパターンないの。そのパターンもありますよね。あ、でワンちゃん動かして動かして、そっちからそう撤回したって。そうなるんだ。それは、まあ、まあ、みんな目線があるのか。で、まあ、でもあんな俺目線もジン君の人狼ある、うん、俺カムかけただけだから俺何にも分かってない。一般市民だから、うん、何の能力もない。でもだとしたらあんなバッチバチになる。それも、うん、1個ここ2人はないと思う。そう、いいですよジンさん、うん、そうでも2人とも市民のパターンはなさそうな気がするんですよ、ね、どっちかは人狼だと思ってる、うん、そういや可能性が高いのはダブル人狼の可能性もありますよね。これきついな。それはないんだよ。いやでもそれすごくない。ダブル人狼は絶対ないよ、うん、だって俺がこのジン君タイムイズアップエブリワン。お互いが投票で。でもそうすると違うと思うんだよ。いや、怪しいんだよな。いや、ちょっと待てよ。今のはあるな。ちょっと投票見ましょう。確かに俺ジン君。マジか。じゃあ俺はやべ、全然わかんない。俺はなんだかここだと思ってます。この会話を経て ここってどこ。ここ、うん、ここなんかね、わかんないけど
うわ、全然わかんないとか言い出した。え、みくるくん、嘘、え、あ、おーあーほら、あ、たけるさんじゃないよ。ここら辺かな、とりあえずって思ってて、まあジミーが怪しいかな、なんとなく。で、ジミーまた、なんでだろう俺もうストレートに行きましょう、ストレートに。俺もうさっきまで絶対ジンだろと思ってたんですけど、なんかタケル君に裏切られた感がすごいすごいあるけど、うん、ジンで行こうか。マジか。はい、僕リング2票ですね、うん、どうします、先行きます。ジミーさん1ですよね。ジミーさん1、僕1、あ、そうだ、ごめんなさい。どうしますか。そんな藤森くんみたいなことするうわぁ、負けたな、負けたのかな。ん、人狼側の発言と取ってよろしいですか動揺しますね。人狼ですね、動揺します。まあ、この時点でもしみっくんが人狼だったら絶対勝てない、うん、村人顔が、あ、そんな人狼じゃないんで大丈夫人どうしていいっすか、先にどうぞ。僕はもう今二人人狼だと思ってるんで、ジンくんにしようかな。ああ、あ、じゃあまあ、うん、そうか、じゃあ無理だ。ジンくんが決定ですね、今ので。はい、これは引き延びた、あの追放だからなんか言っていいのかな。あ、ジンさんになった。うん、俺は本当に村側でした。みっちゃんが怪しいかな。はい、うわ、いやだからもうあの時点で負けだったんだよね。俺がここに入れたとしても、はい、3票でほら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 おい、ゆかるさんとやったな、お前だよお前だよ、僕やりました。全然わかんなかった。私結構言っていいですか、うん、占い師やってます。あ、占い師はやったなるほどね。で、あの、これタケルさんだと思って、はいはい、次のターンで言おうと思ったら殺されたあ、でもよくそこでヒコちゃん狙ったね。そうなんだ。なんで高幸さん連れてったんですか。一緒に見たかった、うん、なんか二人気になるなら高幸くんはいい何にもないもんバカ殺すって言われたしそれで殺してやろうと思ったんだジミーは最初から分かってた。人狼って？うん。嘘。うん。ジミー怪しい。うん、ジミー怪しい。毎回怪しいんだよな。怪しいだって人狼だった。もう人狼の立ち振る舞い。立ち振る舞いだった。やべえな。イコちゃんなんで出なかったんだろう。聞いてみよう。いや、です。出づらいか。3人出てきたらね。あれは出れないですね。占い師。私でした。占い師。いや、なんかこの人たち何やってんの。そう、何やってんねやろうと思いながら。あれは出れなかったの。出れなかったですね。なんかもう今出たら出たで疑われるし。そう、でしもう。でもハンターは市民連れてっちゃったんだよね、一回ね、うん。いやでもさ、うん、もうなんか最初一巡目で俺殺すノリやめた方がいいよ。え、俺しないよ。そんなことしないよ。確かに。でもなんか結局何だったの。ハンター。ハンターで占い師として出たじゃん、うん、そこは怪しかったんですか。楽しませたかったから。まあそういうことだよねやったじゃん自分も。そうだね一そこは繋がってたもん、ね、きっとやってることは同じだから。そうだよね、うん、やろう